なんということでしょう。本の中に入り込んでしまいました。さて、ここに私たちのアナザーがいるとかいないとか。人がいっぱいいるけど、みんな勇者なのかな。私の勇者はどう思う？わからないならわかりそうな人を捕まえに行くといいと思います。とわみとかで。じゃあ、この人たちを追いかけてみる？はぐれないようにしてね。ピチピチピターン。這いずっていきましょう。お姫様と結婚、花嫁さん争奪でもするんですか？とわみ持ってきますか？姫を助けたらご褒美に結婚するとか、そういう約束をしてる。だからこんなに勇者が多いのですね。多すぎて入れ食いです。わけがわからないです。やっぱりとわみ持ってきましょう。でも自分のためだけに動く人は勇者とは言わない。あなたもそう思わない？南へ行けばいいのですね。何か暑そうな山が見えますが、気にしないようにします。魚的に考えて。やっぱり囚われの姫を助けて終わりなのかな。あらすじを読んだ限りではきっと。ただお姫様は本当にこれで幸せなのでしょうか。クエスチョンが残ります。どうして？勇者はお姫様が好きでも、お姫様は勇者を好きになるとは限らないじゃないですか。たくさんの人の中から好きでもない人と結婚って、ただ悲しいだけですよ。バッドエンディングってやつです。ちなみに私はマスターに一目惚れからエターナルラブなので幸せなのですよ。知ってました？ああ、てめえら何者だ。ここが四天王の一人、先月のチェリー様の縄張りだと知ってんのか。まっ、ここに来ちまったもんはしょうがねえ。てめえの血を吸わせな。もう私の魔王軍より規模が大きい。こっちはまだステラだけども、あっちは四天王って言ってるから、すでに負けてる。戦いは数じゃないってどこかの偉い人が言ってました。さあ、ボコボコにしてやるのだぜ。覚えてやがれよ。必ずリベンジすんぞ。四天王の一角が倒されるとは初めてのことではないか。ただあれは弱いゆえ、ただの偶然かもしれぬ。しばし監視を続けるとしよう。見られてる。そりゃあ私人形ですし、物珍しさもありますよ。一曲歌っちゃいますか？そうじゃなくて、遠くから見てる人がいるの。誰だろう。今日の私も美しい。おや、お客さんですかな。先決のチェリーが倒されたようですね。あれは四天王の中でも最弱。そして私よりも美しくない。次はこの蒼天のディープがお相手しよう。蒼天なのに青くないんだけど。青い魚。実は私こそが蒼天のディープなのだぜ。あ、すいません、嘘です。バカな、この私が。ルチフェロ様、お許しください。私の名前、じゃあこの世界の魔王は私のアナザー？ルチフェロタン、マスター、緊急事態です。このままだと姫様取られちゃいます。ああいう人に恋をするなんて無理です。ノーセンキューです。ということで早く私たちも行きましょう。ハリハリハリー。私たちが入ってきたおかげで
もう本来のお話から違ったものになってきてるみたい。ここからはアナザーとかイレギュラーも出てくると思う。頑張ろう。あなたが真の勇者だよ。あれも倒すか。見つけたぞ、我が求めている勇者を。やっぱり見られてる。おや、ここはどこでしょう。どうやら火山の上のようですね。暑くて干物になりそうです。え、あなたたちは誰？これが囚われのお姫様？なんとびっくり、私のアナザーでした。ページをめくったら目の前がゴールだった。こんなこともあるの？私は誰のものにもならない。無駄だと思うけど、逃げないと。マスター、アナザーが逃げちゃいます。ここは追いかけましょう。それにしてもひどいありさまですね。あ、なので結婚とかできるでしょうか。おお、最低です。さすがに引きます。あんなのを勇者とは認めない。あれは人じゃないです。人の皮をかぶった何かです。というわけで倒しましょう。そうしましょう。姫を守ることには賛成。でも魔王も黙ってないと思う。気をつけた方がいいかも。まさかこんなことになるとはな。だが姫を簡単には渡せんぞ。行くのだ、鉄拳の王軍。お任せあれ、ルチフェロ様。鉄拳の王軍がやっつけちゃうのです。目的を捨ててなど駅道に走る。救えんやから。でアナザータを守ること、四天王を倒すこと、両方やらないといけないのが辛いところです。でもマスターならできるって私知ってます。この人なんでそんなに楽観的なのですか。それはもうアイドルですから。あわわわ、想像以上なのです。ルチフェロ様、申し訳ないのです。私をどうするつもりですか。へい彼女、どうもこうもしません。つまり助けたいだけです。嘘です。どうせ無理やり結婚相手にしたり、24時間歌わせたり、この姿を見せ物にしたり、ストーカー行為をしたり、政治の道具に使ったり、ファンクラブという名の暴動集団を結成したり。あ、これダメなやつです。思考がネガティブすぎます。辛い経験をしてきたってやつです。まあ私のアナザーなんですけど、成り立ちとか役目とかそのものに縛られるって嫌ですよね。私も経験したのでわかります。だからこそ大丈夫です。私たちが守りますから。今までの人と違うことは分かりました。でもまだ完全に信じたわけじゃないですからね。それは態度で示します。マスター、頑張れ。物語のほころびを検出イレギュラー案件として改変対象を監視します。物語に合わせシステムを再構築。改変、改変。我が輩は四天王が一人、王者のナウマン。お相手いたそう。私の勢いは止められんぞ。さすがでな、我が見込んだ勇者よ。その力、王者のナウマンをもって証明してみせるがいい。最後の四天王だけあって強そう。みんな私の配下、
私も力を貸します。勘違いしないでくださいね。魔王を倒したいのは私も同じ、それだけですから。ツンデレ、そういうのもあるのか。なんたる不覚、これは戦略的撤退ですぞ。やるではないか。だがここで勝負を挑むのは魔王のやることではない。決着は別の場所でつけてくれよう。決戦の場を設けるのは確かにお約束ではあるけれど、滑稽なまでに魔王という役割を演出しているだけのアナザーから、は私も魔王としての役割を果たそうとする思いから生まれたのかも。四天王を倒してしまうなんて、やっぱり私たちが望んでいた勇者なのかもしれないです。あなたたちを勇者と見込んでお願いがあります。このまま私も連れて行ってください。彼女ウチベロは魔王として勇者に倒されることを望んでいます。魔王として生まれた以上、本人の意志と関係なく恐怖の魔王として振る舞わなければならない人生、そんな人生に嫌気がさしつつも役割から降りることができず、自分を倒してくれる勇者を常に求めていたのです。私を誘拐したのも元はといえば、歌声を我がものにしようとする輩から隔離するため。終わらせる役目を勇者にやらせるなんて魔王は失格だね。その役目は魔王がやるべきなのに。大丈夫です、マスターがきっと何とかしてくれます。二人で歌って応援すれば百人力の2倍ってやつです。歌、でも私の歌はよくここまでたどり着いた。貴様らが目指す魔王はここぞ。姫よ、この者なら安心。勇者よ、姫に懐かれたものだな。だが我を倒さねば真に救ったとは言えぬ。そして事情を知ってしまったようだな。姫と魔王、生まれた立場ゆえの定めは変えられぬ者同士とはいえ、いささか語りすぎた。やっぱりそれしかないんですね。魔王は倒されて消えるしか。我の心配をしている場合か。魔王を倒すのは容易ではないぞ。それについては心配していない。だって私の勇者がいるもの。今考えているのはその後魔王として生み出された使命の疑問から生み出されたもう一人の魔王よ。あなたの物語を終わらせてあげる。知っているか、魔王には真の姿があると。あのうねうねしたのがルチフェロとアナザーです。なんか似ても似つかないあれになっているような。あの登場人物はキャプチャーのもの。私のアナザーが一旦退場して変わっただけに過ぎない。だけどあの姿は納得いかない。私の真の姿はもっとボンでキュッとして話がそれた。とにかくあれを倒さないと。あの、私に手伝えることは何かありますか。マスターを応援してあげてください。歌は世界を救うとか、まあそんな感じで。でも私は歌が。誰かのために歌ったことないですよね。今がその時ですよ。思いを乗せて歌えば
それは大きな力になるんです。今できることをやることは成功につながるんですよ、きっと。私、今までナスがままで自分から動いたことありませんでした。歌ってみます、自分の意志で。頑張れ私の勇者様。すごい、アナザーの周りが敵の攻撃を通さない空間になってる。つまりあそこにいれば安全。あ、私の勇者様。あ、あ、それよりあのいっぱい出てきた赤い水晶、あれ多分危険。シャオラリベンジだ、かかってこいや。私に二度の敗北はないのです。私の美しさの前におののくがいい。か、意気がっても所詮は一モンスターか。あばよ。本当は私が美しくないってことくらい分かっているんですよ。あ、赤い結晶、あれには何か不吉なものを感じます。何やらとてもまずいことが起きようとしている気がします。鉄拳粉砕、今度は負けないのです。王者のナウマン、このままでは終わらんぞ。あぶー、やっぱキャラ設定に無理があったのかな。四天王っていきなり言われてもこっちだって大変なんだぞ。何やらとてもまずいことが起きようとしている気がします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 。勇者様、あの白い結晶、彼女も救ってあげてください。お願い。何やらとてもまずいことが起きようとしている気がします。なぜ我は生きているのだ。このまま魔王として生き続けろというのか。なぜ死なせてくれなかった。魔王は勇者によって倒された。物語はもうおしまい。いや、まだ終わっていない。魔王が倒されていないだろう。魔王は倒された。とある不思議な物語、見事魔王を打ち倒した勇者、望み通り世界は平和になり、魔王という責務から解放された娘は平和に暮らしたのでした、という感じで、どうでしょう。魔王が生きていたことにするのか、そんな理屈が。なんか自分に言うのも変だけど、頭が固いのよあなた。このお話は魔王が倒されて世界が平和になったらおしまい。魔王が死んでいてもいいし、魔王ではなくなって生きていてもいい。それとも消えてなくなりたいの。そんなわけない。私だって魔王として生まれていなかった。もっと、そうだな、そちらの方がみんな幸せになれる。感謝するぞ、別の魔王よ。貴様は強いな。私だって魔王として生まれてなかったらって考えたことはある。でも過去を見ても無意味だし、何より勇者には会えなかったから。ありがとうございました。あなたこそ真の勇者様です。どうしましょう、私あなたのことが、あなたと一緒にいたいです。おお、どこかで聞いたようなセリフですね。でももう一人の自分ですし、
しょうがないですね。初めて横島の気持ちもなく私を助けてくれて、それでまた会えますよね。私待ってますから。より良い方向に引っ張ってくれる存在だから、私もあの子もマスターが好きになったんですよ。死に作りなお方。ふんふんふん、知らなかったでしょ。言ってませんからね、物語の設定とか関係ないんです。だってもうロアじゃないですし。ただあの子に会う方法あるんでしょうか。世界観移動通信ならぬ本館移動通信的な。マコトシャフォンのページが終わってるから、それはわからない。読み終わった本の後の話なんて想像するしかないもの。ただあの子はハッピーエンドを望むし、私も今回はそっちの方がいい。一つだけ方法がある。あ、ありました。この結末を形にできる最高にご都合主義な道具が。やっぱりママンは最高だぜ。紙片集め頑張ってね。ハッピーエンドを作り出すのと、姫と魔王に会いに行くのは勇者だって決まっているんだから。